はい、皆さんおはようございます。ケンです。今俺はいつもの岩手県の岩手町の方にお邪魔してますよ。これからねキャベツの積み込み作業を行います。まだ朝早いんですけどもね、もう収穫作業の方はやってますよ。目の前に見えますかね、トラクター。ちょっとちっちゃいけど見えます、ほらトラクター。早い時間から作業の方してるんですよ。日の出とともに始めて早めに切り上げるという作戦なんですね。やっぱほら日中暑いじゃないですか。暑くなってくるとね、あれ作業効率が悪くなるようでね、早い時間からもうだいぶここら辺もキャベツだったんですけど、だいぶ取っちゃったようですね。よいしょ、ちょっとあれ移動だな。よいしょ。ということでこれからキャベツの積み込み作業を行いたいと思います。
はい、今積み込みの方が完了ですね。今日は2箇所ですね、はい、見ての通り前から後ろまでいっぱいいっぱいなんで、まあ最後の方ちょっと見てもらえば分かったと思うんですけどね、最後だけちょっと積み方ちょっと特殊ですね。一番後ろ詰めて後ろに引いて、でコンパネ立てて2番目を入れてみたいなね、あの今日は手伝ってもらいながら良かったです。あそこ入れると一人だとね、どうもコンパネ倒れてきた気になったりしますね。どうもー、でっかいトラクターでしょこれ、すごい大きいトラクターですよ。何馬力あんのか分かんないけど、 M-135G って書いてますけど135馬力っていう意味ですかね、久保田。ここの上り坂がまたきつくてね、ゆっくりちょっと低速で登っていきたいと思う、低速ギアでね登っていきたいと思います。いや今キャベツ左側の方で収穫してる人もいますね。すごい人数だな、10人ちょっとぐらいはいますね。まあ海外からなのね、労働者さんもほとんどがその海外からの労働者さんから雇ってるのはね。ということでこれからですね、埼玉の方に向かっていざ走っていきたいと思います。はい、今ね東北道に乗りまして、ここは千葉サービスエリアの下り線ですね。時刻はまだ8時ちょっと過ぎたぐらいかな。雨がしとしと降ってますね。でもセミは鳴いてます。はい、あのお腹が空いたんでご飯を食べようと思いましてね。はい、盛岡といえばジャージャー麺、何なんですかね、うどんに辛味噌みたいなの乗ってんのかな、肉味噌、あと冷麺ですね、盛岡冷麺。なんか美味しいメニューありますかね。あ、誰もいない、貸し切りです、俺だけ。なんか朝の定食的なのは朝定食、朝定食、あったよ、これ納豆定食だな、朝定食とちょっと違うな、納豆卵450円とコスパは最高なんだけどちょっと寂しいね。冷麺はまだやってねえな、やってねえな、時間的に。その他普通のラーメンとかだな。でもちょっとこれ納豆定食ちょっと寂しいっすよね。魚とかなんかそういうのがあるんだよね。まあそれにしますか、別にな。ジャジャ麺頼んでみる、初めて食べたことないです俺、ジャジャ麺、ジャジャ麺食べてみましょうか。やっぱジャジャ麺ちょっと皆さんもそうですね、普通のばっか食ってんじゃねえよって話ですよね。ご当地の食べ物紹介しろっていう話なんで、じゃじゃ麺頼んでみます。はい、はい、私
宮城県民なんですけど初めてなんですよ。あ、そうなんですか。これなんかいろんな配合があるんですよね。なんかこのお店にんですラー油とか酢とか、はい、まず一旦このままこのまま食べた方がいい。一回食べてみ食べてみて、うん、あとお好みで酢ラー油ございますので。あ、酢とラー油なんですね。わかりました。それでちょっと調節してみます。はい、まず一旦そのままもうそのままこうかき混ぜた方がいいですか。かき混ぜてお召し上がりください。なるほど、わかりました。よし、実は俺初めてなんですよ。宮城県民だけど今まで食べたことがなかった。42年間、今日初めてじゃじゃ麺いただきたいと思います。これいただきます。かき混ぜろって言ったかな。ネギも入ってるな。ネギとキュウリだな。激しくかき混ぜよう。いいかな。なかなかだな。いいな。よし食べてみよう。なるほど。なるほどね。こういう味なんだ。俺このまま食べてもいいな。ちょっと辛みがあった方がいいかな。悪くないですよこれは。はい、癖になるうまさですね。はい、おいしい。ちょっとラー油入れてみようかな。あのね、酸味はこれ以上なくてもいいと思う。ではちょっとこれいただきます。はい、今ねじゃじゃ麺それをいただきました。美味しかったですよ。とてもね、今まで体験したことがない味で美味しかったです、まあ、皆さんもぜひ手話のねサービスエリアの方に来れば食べれるんで。あの麺はあったかいんですね。あったかいのに肉味噌入ってました。はい、入ってました、乗ってましたね。ということでちょっと雨が強いんです。はい、ということであれかな、今日の YouTube はね、積み込みしてご飯食べましたっていうような感じの動画になりました。はい。